ぜひ見てください。すいません。ハロウィン前に亡くなったらショックすぎる。確かにそれはそうすぎるね確かに。朝ごはん食べました。何食べたかメールで送ったので、今さっき本当始める、ショールーム始める2、3分前ぐらいに送ったので届くの待っててください。まあ届いても書いちゃダメですよ。そうメールで書いてるやつなのでここでは書かないでくださいね。そう、すぐグッとしちゃう。でも今日も寒いよね。今日も寒すぎてびっくりしちゃう。毎日寒いじゃんってね。なんかもうでもまだ上着はそういらない寒さだけど、そうなんて言うんだろうね、寒いよね上着はまだいらないけど寒いなみたいな、あー今日も寒いみたいな感覚のやつだよね。ね、でも上着着てる方もいそう。あゆはまだ上着いいやって思ってるタイプ。そうもうちょいもうちょいってとこ半袖はやめた方が感じよね。やめた方が感じよね。半袖着てる方はそんないないんじゃないそこまでいないと思う。小学生とかぐらいは時々いるけど、でも大人の方でも時々いるけど、半袖の方はもうほぼいないよねさすがに。でもまあ自分が寒くなきゃまあ別にいいとは思うんですけど寒いのに半袖着てたらなんかトレーニングみたいになっちゃう。ね、ほんとパーカーがちょうど良い。なんかパーカーほんとパーカーいいよね。でもさ今日のああいうの格好ね、まあ、そうなんか足がもう足ですって感じで出てるんですよこんな寒いのに何やってんだろうって自分で思ってる。そうでもいつもなんかさ大きめのパーカーとかほどほどの、なんかそんなビッグサイズってことではないけどさ、ほどほどのさあるじゃん、よく女の子がやってるああいう感じなんだけど、そう今日そうなんかね寒いよね自分でやってるのにね、そうさ寒い。なんなら多分人より冷え性だからさ、低体温でそうより寒いからさ、そう何やってんだろうって思いながらさっき外出た。でそう絶対今日寒いと思いながら、まあいいやと思って、でそうちょっとの寒さは我慢しようって、そう服可愛い方がテンション上がるからさ、そう我慢しようって気持ち我慢しようって気持ちで、はい。なんか別にさそんな、なんかほんとなんか真冬並みの寒さじゃないからさ、まだ今日はまだね、まだ冬でもないからまだね、
んなも寒さ乗り越えて今日も過ごしてください。はい。夜足つったりしないってきてる。そんなない。あ、いや、足つることはない、そこまで。あ、でも一時期なんかすごいつってた時あったけど、最近は別につらない。うん、それって水分足りてないからしいよ。そう、なので水分取ってください。水分取ってくださいって、水分ぜひ取ってください。まあ最近は結構取ってるから多分つらないっていうのはあるのかもしれないけど、なんか足つるときって体のその水分が足りてないかららしいから、そう、なんかもうすごい取った方がいいらしい。そうらしい。本当かちょっとあゆには分かんないんだけど、でも多分結構本当の方のやつじゃない、分かんない、みんな言うよねぽいから。いっぱい取ってください。そう、でもなんかね、そうだよね、水2リットル飲まなきゃ。でもね、水2リットル飲んでもダメなんだって。これも人が言ってた。これ人が言ってた。そう、人が言ってたんだけど、そう、水2リットルね、なんかなんだっけ、ミネラル何かが重くなりすぎちゃうんだって人が言ってた。わかんないけどね、これも本当かどうかはちょっとわかんないけど言ってました。じゃあどうしろと。ジュースならいいんじゃない。ジュースならいいんじゃないっていう。ジュースなら。はい、そういう精神でいる。うん、ジュースならいいんじゃない、ジュースいっぱい飲んだらいいんじゃない。そうだよね、水がダメならジュース飲む、うん、だからさ、水を例えば 1.5 リットル飲んでジュースを1リットル飲めば 2.5 リットルになる合計。よさそう。よさそうって。よさそう。うん、良さそうなのでぜひぜひ。みんなジュースをいっぱい飲んでね。美味しいよね、ジュース。ジュース美味しいよねって。美味しいよね、ジュース。カレー飲みますって方もいる。頑張れ頑張れって。どんな思い。頑張れ。カレー飲む、すごい。おすすめのジュースありませんかって。炭酸系コーラとか、コーラとか、うん、うん、スプライト、あ、セブンアップだっけ、合ってる名前。それ好きやよ。そんななかなか見ないよね、セブンアップみたいなやつ。なんかあそこにある気がする。なんだっけ、プラザ、プラザにある。うん、とか。でも果物系も好きだし、うん、
あとは普通にああいうカフェの飲み物とか好き。普通にそう。あんま見ないよねセブンアップ。え、多分スプライトが好きな方はセブンアップ好きだと思う。飲んだことない方ぜひ。そう、ほんとセブンアップ見なくなった。一時期はそれしか飲んでなかった。一時期っていうほどの一時期でもないけど、いや別にそれしか飲んでないわけでもなかったけど、全然それ以外も飲んでた。ジュースはって感じ。ジュースはそれしか飲まなかった。レアだって。セブンアップってレアって書いてる。そうなんだ。アメリカンだね。あ、いや、アメリカのご飯多分好きなんですよね。ハンバーガーとかピザとかもそうだし、タコライスってアメリカンなのかなとかも好きだし、結構日本食も好きなんだけど、そういう、え、そう、ジャンキーな方大好きなんですよね。そう、そうなの。アメリカなご飯が好きで。あ、生産終了してない。だってわかんない、最近飲んでないからな。そう、見かけなくなってから飲まなくなっちゃった。わかんない、してたらじゃあ飲めないね。ね、飲めない、それは残念、残念、残念って残念だ。え、残念だ。じゃあいつの日かまた生産されたら、もし飲んでみてください。飲んだことない方、はい、ファンタのメロン味普通に買いたい。買いな、ないの今、わかんないけど、ファンタ全然飲まなくなっちゃった。そう、あれでもファンタはブドウが好きだったけど、そう、とある事件があって、自分の中でね、そう、とある自分の中での大きな事件があってから、それを機に飲まなくなってそれを機に飲まなくなって、それでそっから飲んでないファンタ。あ、嘘、一回だけ、その後一回だけ飲んだの。嘘、けどそれっきり飲んでない。え、そう、もう自分の中では大事件すぎて、そう、驚きすぎて声も出なかったもん、その時。コロナミン C は飲まないよ。そういうね、エナジーとか栄養ドリンク系苦手なんですよ。そう、だからなんかあの翼入る系とかも飲んだことないし、そう、でも結構みんな飲んでるじゃないですか。でも前飲んだことないし、そうなんですよ、栄養ドリンクとか飲めない。そう、エナジーも、じゃあそのことをメールで送んないよ送んないよ。送らん、送らん。アメリカの飲み物、食べ物は日本の倍以上あって驚いたの思い出したって。お、え、でもさね、
いいよね絶対。アユとかそれこそさ、そういっぱい食べるからさ、行きたいってなってる。そういいよね、比べたい。なんか日本のも、日本とこうなんかここに養蜂を置いて検証したいどのぐらい違うのかっていう。量が食べきれないくらいよ。だってあゆね、みんなが思ってるよりは食べるので。そう、多分結構言われるのが、あゆそのゆかるんさんとかにも結構言われるのが、そう一緒にご飯行くと言われる。結構あゆ食べなさそうなのに食べるよねって食べなさそうな感じじゃないですか。多分わかんない、食べそうな感じかもしれないんだけど食べなさそうなのに食べるよねって結構言われるので、そう多分言うける。任せて任せてっていう任せて。はい、そんな感じでランキングを読みたいと思います任せてが最後の会話になっちゃった。13位 DJ 玄米さん、ありがとうございます。12位スタンフラッシュさん、ありがとうございます。11位マリオさん、ありがとうございます。11位柏木りなちゃん、ありがとうございます。9位サトレイタンさん、ありがとうございます。あ、待って、変わった、もう一回いきます。変わりましたので、13位スタンフラッシュさん、ありがとうございます。12位柏木りなちゃん、ありがとうございます。11位孫悟空さん、ありがとうございます。10位サトレーダーさん、ありがとうございます。9位たっくん、ありがとうございます。8位人生方向地さん、ありがとうございます。7位プラハタハさん、ありがとうございます。6位トークン、ありがとうございます。5位翼欲しいさん、ありがとうございます。4位ピカルン、ありがとうございます。3位ひびきちゃん、ありがとうございます。2位カモンさん、ありがとうございます。1位あーちゃん、ありがとうございます。はい、見てくださった皆さんもありがとうございました。はい、今日も一日頑張ります感想頑張ります。また見てください。ありがとうございました。バイバーイ。